イオン、ヨナゴ駅前店は、鳥取県ヨナゴ市末広町にある、イオンリテールが運営する総合スーパーである。1990年、ヨナゴ駅前に、ヨナゴサティとして開店した。当初は株式会社ヨナゴ日井が運営していたが、グループ企業の再編により、運営会社は株式会社サンメルト、株式会社サンイン日井、株式会社マイカルサンインと変遷した。 1996年3月には株式会社、マイカルの直営店舗となり、ヨナゴビブレへと業態転換した。その後、2001年3月に再度サティへと業態転換にし、店名をヨナゴ駅前サティとした。2011年3月1日、株式会社マイカルがイオンリテール株式会社と合併し、店舗ブランドをイオンに変更し店名はイオン。 米子駅前店となった。館内3階には、東方グループの関西共栄工業が経営、運営するサンスクリーンの映画館、米子駅前、セティ東方があったが、2012年8月31日に閉館。これにより、米子市から映画館が消滅した。館内にあった、エグザスの米子店は、同松江店とともにホープタウンが運営していた。コナミによる、買収後も、 エグザスブランドで営業をしていたが、2010年までに、コナミブランドへと転換した。ありがとうございます。